丁望見県は中華民国の軍人、北京政府、国民軍、国民政府に属した、兵玉省配下の十三王の保つの一人としても知られる。字は維持。早くから兵玉省の兵営に入隊し、軍歴を重ねてゆく。1927年5月、兵玉省が国民革命軍第二集団軍を率いて同館から出撃した際に、 丁ぞみ県は鹿、少林率いる第十八軍で第六十六市市長に任せられた。北伐終了後の翌年秋、軍縮に伴い、第二十六市市長に任せられたが、間もなく、今日により罷免されている。九百二十九年三月、第二十九市市長に任せられたが、同年、三島小政府高等顧問に転じる。九百三十一年、 北平軍事整理委員会委員に任ぜられた。1936年、天津市保安総体長兼、被殺政務委員会委員となる。翌年、日中戦争が勃発すると、石友3匹いる、第181市で副市長に任ぜられた。後に、王朝明政権に降り開封水税委員会期用組組長、軍事参議院中上参議のほか、1945年2月より、 チャンス省大白行政正し差し繊員兼、チャンス第一区清里正し差し繊員と歴任した。王朝明政権崩壊後の消息は不明である。ありがとうございます。